和歌山学習センター、持続可能な鉄道を考える担当の西川和弘です。よろしくお願いします。え授業の内容ですけどもえ日常、日常生活にですね、移動っていうのは欠かすことができません。え通勤、通学、買い物、何をするにも、まあ、移動が必要になります。まあ、この移動手段の一つである鉄道について考えるのはこの授業になります。でタイトルにあります、持続可能。何の持続可能を問うのか。 この和歌山での最先端の二つの視点から考えていきたいと思います。まず一つが災害です。まあ、特に津波対策です。津波に強い鉄道のあり方を、まあ、人間の行動面から考えていこうと思っています。もう一つが鉄道への市民参画です。鉄道の経営問題が、まあ、ニュースで見聞きされると思いますが、鉄道が鉄道であり続けるための市民参画事例を考えていきたいというふうに思っています。まあ、この二つのまとめとして鉄道を生かした 未来の鉄道の在り方についても考えていきたいと思っております。